子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんにちは。今日はですね、部屋を電気工事してもらったんですよね。オーディオ用の電源を作ってもらった感じです。今までは家建てた時に作ってもらった部屋のコンセント、壁コンセントからテーブルタップ、そのようなものを使ってアンプだとか、当時は DTM やってたから、パソコンだとかパワードスピーカーとか、そういうものを取ってたんですが、オーディオやるようになってから、パワーマックスっていう野口トランス、それを使うようになって、今まで至ってたんですが、ちょっと電源の方も強化したら面白いんじゃないかなと思って、家のブレーカーの、メインブレーカーの一時側から、200ボルトたまたま来てたんで、そこから、三振のケーブルで部屋まで引いて、で、200ボルトからダウントランスっていうんですか、200ボルトから100ボルトだとか、117ボルトに落とすやつ。あれを使用せずに、安全ブレーカーで100ボルトにして使っています。そのように言っても、ちょっとわかりづらいと思いますんで、ちょっと紙に書いて説明しましたんで、それ、読んでいきたいと思います。これが玄関についている家のブレーカーなんですが、ここまでは200ボルト来てるんですよね。来てたんですよ。赤いケーブル100ボルト、白いのがアース、黒いのが100ボルト。で、ここから通常、これドーバーを通して安全ブレーカーに分配されて各部屋まで伸びてるんですが、例えば1階のコンセント1番、2階のコンセント2番、3番が風呂だとか、4番が1階エアコンだとか、こういう風に分配されてるんですよね。で、この分配されてるのが、何て言いますか、家庭用の雑電、生活で使う、あれですね、電源。で、その電源に入る前から部屋に引いてます。このメインブレーカーの一時側というところから分配して、私の部屋まで来ています。このようになってます。100ボルト、アース、100ボルト。100、200ボルトっていう言い方で言ってましたね。電気工事屋さんは。100、200ボルトで私の部屋のメインブレーカーに入りまして、そこから、安全ブレーカーで100ボルトに落としてるんですよね。100ボルトか200ボルトか選べるそうなんですよ。例えば100ボルト、100ボルト、200ボルトとか、この安全ブレーカーを変えると100ボルトか200ボルトかに変えられるそうです。選べるそうです。で、私の場合は今回は100ボルト、100ボルト。1個、余してるんですが、100を2個つけました。で、その安全ブレーカーから、コンセントに行ってるっていう形になります。ケーブルは、黒100ボルト、
赤100ボルト、まあ、白いの、まあ、これ、まあ、これボールペンの線なんですが、これアースです。ここまでこの形で来まして、黒とアースで100ボルトに落とすっていう感じですね。で、赤い線は、まあ、これと一緒になってるんですが、ちょっと分かりにくいんで、ちょっと端に書きましたが、アースにつないで、地中3メートルまで、銅の棒を突き刺してですね、まあ、20オーム取れてるって言ってました。で、この、部材の詳細なんですが、ケーブルは、富士倉電線の CVS 三芯 5.5 スケアのもの、分電盤がテンパール VGC-SIH、メインブレーカーが30アンペアで、安全ブレーカーが、まあ、今回は100ボルトも使ってるんですが20アンペアのものになってます。このコンセント、まあ、ちょっとボックスで壁から浮かしてるんですよね。で、ボックスのコンセント、パナソニック WN11329、 これ使ってます。で、まあ、その実際の効果なんですが、まあ、ここにも書いてあります通り、密度感が増して一音一音がはっきりするような印象です。まあ、これ主観的な印象なんですが、あとこれ間違いなく少し這い上がりになりましたね。あとは各パートの存在感が増しました。あと透明感も増しました。まあ、エア感っていうんですかね。ティッシュの一枚剥がれた感じって言いますか。まあ、そんな感じです。あとこう聞いてて音がこう生々しいっていうんですかね。だからドキッとする瞬間が増えましたね。まあ、なんか、自分の部屋で鳴ってるような感じになるっていうか、部屋の物音のように聞こえる時があるって言いますかね。それでドキッとする瞬間が増えたっていうことです。こんな感じですね。100、200ボルトってやつで、これ3本黒いのと赤いのと白いのと、このメインブレーカーに入って、これ30アンペアですね。で、まあ、ここに、この中にドーバーっていうのが入ってるんですが、それでブレーカーに入りまして、そこから黒と白で100ボルトで、このケーブルを使って、コンセントまで来てるんですよ。ここ100ボルトです。で、今まあ、この安全ブレーカーが100ボルトのものなんですが、まあ、200ボルトのものをつけると、まあ、ここまで200ボルト来てますんでね。200ボルトのものをつけると200ボルトのコンセントも作ることができる。そのようになっています。まあ、100ボルトでも200ボルトでも、まあ、安全ブレーカー次第で、まあ、選べるっていうことなんですね。この富士倉のケーブル結構硬くてですね、工事業者さん大変そうでした。ここ曲げるのが収まらなくて。コンセントの中も同じです。この中も、こう曲げてですね、蓋をするんだけど押し戻されちゃってビスはめれないんですよね。まあ、結構手間取ってました。ご苦労かけちゃいました。まあ、このような効果がまあ現れてるんですが、全てにおいていい方向に働いてるって感じじゃないんですよね、今のところ。まあ、音がちょっと暴れてるような感じもありますし、今までは野口トランス、野口トランスのパワーマックスってやつ、まあ、コンディショニングするトランス、100ボルトを引いて100ボルト出すみたいなやつなんですが、それ使ってた時の方が低音とかぐっと沈み込んでたんですよね。で、音もなんていうのかな、こうちょっとぬるっとしてたっていうか、まあ、トランスってなまってるってことなんでしょうけど、まあ、ゆったりになってたんですよ。でも今回、まあ、ここのコンセントに、パワーアンプ、こっちか、パワーアンプ側、まあ、プリアンプ側、まあ、こっちターンテーブルも繋いでるんですが、こっから撮ったら、なんて言ったらいいのかな、ダイレクト感、なり方が厳しくなったっていうか、ゆったりした感じではなくなったんですよ。それで、今のところは、プリアンプはこっちから撮ってて、ここにもう一回野口トランス使ってます。パワーアンプ側に。それでちょっとバランス取れてるような感じですね。
まあ、シャープにエッジまで出てるんだけど、ゆったりも聞けるっていう。今のところそのバランスで聞いてます。で、これから1ヶ月、2ヶ月かけて、まあ、10メートル近くケーブル部屋まで引いてますんで、まあ、エイジングでどんどん音変わると思うんですよね。まあだから、まあ、実際に音が落ち着くのはちょっと先かなって思って、今は一生懸命音楽かけてる最中です。まあ、音が落ち着いていい形になってきたら、まあ、実際に音をお聞かせしようと思っております。それでは今日は、工事、電源工事の、まあ、軽い説明とその模様でした。また面白いことがありましたら、レコードとか紹介していきますので、よろしくお願いします。それではまた後ほど。さようなら。蓋するとこんな感じです。あと、ついでなんですが、あそこにあるやつ。これ、オーグラインのターミネーター入りの、まあ、ボックスなんですが、信号用です。ラインケーブル。これ、ノイズ吸着するターミネーター素子が中に入ってるんですが、これ結構効きましたね。おすすめです。